トーガフアーキテクチャーデベロップメントメソッドの構成図 TheOpen Group アーキテクチャーフレームワークは2020年時点で最も多く利用されているエンタープライズアーキテクチャのフレームワークでありエンタープライズ分野において情報技術のアーキテクチャを設計、計画、実装、管理する包括的アプローチを提供するトーガフは設計の外観を与えるもので 通常はビジネスアプリケーションデータテクノロジーの4段階でモデル化される。トーガフはモジュール化、標準化の考え方や実績のある既存の技術、製品に大きく依存している。トーガフの開発が始まったのは1995年でザ・オープングループによりアメリカ国防総省のタフムとキャップジェム2のインテグレーテッドアーキテクチャーフレームワークをベースに開発された。 2016年時点で、ザ・オープングループによれば、ダウジョーンズグローバルタイタンズ50の80%、および、フォーチュン500の60%の企業が東画府を利用している。アンシー、IEESTD1471 から2000によれば、アーキテクチャとはシステムの基盤であり、コンポーネント群、コンポーネント間の相互関係と環境との関係。 設計と改良を管理する原則により構成されるものである。しかし、トーガフではアーキテクチャをシステムの形式技術、あるいはシステムのコンポーネントレベルの実装を補助する詳細な計画、またはコンポーネント群の構造、それらの関係、設計と改良を常に管理制御する原則とガイドラインであるとされている。アーキテクチャフレームワークは、 広範囲の各種アーキテクチャをを開発すするるるのに使えるツーール群を意味するアーキテクチャフレームワークは以下のような特徴を備える。トーガーフはこのような特徴を持つアーキテクチャフレームワークである。タフムによるアメリカ国防総省標準のアーキテクチャ計画プロセストーガフの作成が始まったのは1990年代初めのことで最初は技術的なアーキテクチャを開発するための 方法論として作成された。その後、ザオープングループによって大規模なエンタープライズアーキテクチャフレームワークとして開発が進められた。1995年には、東ガーフの最初のバージョンがリリースされた。このバージョンは主にアメリカ国防総省によって1980年代に開発が開始されたテクニカルアーキテクチャフレームワークフォーインフォメーション、マネージメントが元になっていた。 2001年12月には、トーガフ7が、テクニカルエディションという名前で、リリースされた。トーガフ8エンタープライズエディションは2002年12月に、リリースされ、2003年12月には東賀府8.1として更新されたものが再公開された。2005年前後には、トーガフが、ザ・オープングループの登録商標となった。2006年11月にザ、 オープングループは東画府8.11をリリースした。ザ・オープングループによれば2011年2月時点で1万5000を超える個人が東ガフの認定を受けている。2018年4月時点では公式に登録されている認定者は7万7500人を超えている。東ガフのサポートするアーキテクチャ領域は以下の4つである。エンタープライズビジネスアーキテクチャ。 ビジネス戦略、管理、組織、主要なビジネスプロセスを定義する。アプリケーションアーキテクチャ、展開すべき個々のアプリケーションシステムの青写真を提供し、アプリケーションシステム間の連携、その組織の主要なビジネスプロセスと、アプリケーションシステムとの関係を定義する。データアーキテクチャ、組織の論理的及び物理的データ資産の構造を記述し、 それに関連するデータ管理リソースを記述する。テクノロジーアーキテクチャ、中心となるミッションクリティカルなアプリケーションの配備をサポートするためのソフトウェア基盤を記述する。アーキテクチャ構築手法は、その組織のビジネスや情報技術の必要性に応じた、エンタープライズアーキテクチャを開発するのに適用される。その組織の必要性に応じて調整され、 その後アーキテクチャ計画立案活動を管理する際に使用される。アーキテクチャ開発の流れの概念図はアーキテクチャデベロップメントサイクルにある。このプロセスは反復的で周期的である。各段階で要求仕様が検証される。フェーズ C はデータアーキテクチャとアプリケーションアーキテクチャの一種の結合に関連する。B と C の間で 追加の明確化を挿入することができ、それにより完全な情報アーキテクチャを提供する。パフォーマンスエンジニアリングの手法が、要求分析フェーズ、ビジネスアーキテクチャのフェーズ、情報システムアーキテクチャのフェーズ、テクノロジーアーキテクチャのフェーズのそれぞれに適用される。情報システムアーキテクチャのフェーズでは、データアーキテクチャとアプリケーションアーキテクチャの両方に適用される。 企業連続体とは、ある組織で利用可能な全員アーキテクチャ資産の仮想リポジトリである。それには、アーキテクチャ的、モデル、アーキテクチャ的、パターン、アーキテクチャ技術などの生産物が含まれる。それらは、その組織内に存在する場合もあるし、広く IT 業界全体に存在する場合もある。企業連続体とは、企業の様々なレベルでのアーキテクチャ群などを、 一貫性をもって扱うということを示している。企業連続体は、アーキテクチャ連続体とソリューション連続体から構成される。アーキテクチャ連続体は、再利用可能なアーキテクチャ資産を意味し、その企業が利用可能な情報システムの規則、表現、関連などを含む。ソリューション連続体は、再利用可能なソリューション構成要素を定義することにより、 アーキテクチャ連続体の実装を説明するものである。東賀フはザ・オープングループのアーキテクチャーフォーラムが開発し、1990年代半ば頃から改良し続けてきたものである。最新版9.2は東賀府9.2にある。同フォーラムは東賀フ9に取り組んでいる。東賀フ9に向けてのテーマは次の通りである。ザ・オープングループは 当画府の非商用目的での組織内での利用については無料で当画府を提供している。ありがとうございます。